こんにちは。声優さんをもっと好きになって応援したくなるニュースをご紹介していきます。今回のニュースはこちら。それではどうぞ。ゲームヘブンバーンズレッド、通称ヘブ版でユンユンの愛称で親しまれるリー・ユンシアの声を担当されていた声優東郷シエリさんが9月8日に公式 X を更新し廃業されることを発表されました。次の通りコメントされています。私東郷シエリは声優活動を廃業いたしました。約5年間素晴らしい作品、応援してくださる皆様、先生方、役所の仲間たちと過ごすことができ幸せに思っております。自分勝手なお願いですが、新たな道へ進むと決意した私の気持ちを受け入れていただけますと幸いです。私に関わってくださった全ての皆様が笑顔で毎日を過ごせますようにということです。東郷さんの X のアカウントは発表から1ヶ月経過をもって削除されます。たくさん考えて自分で決めました。とっても幸せで買い難い時間と経験でしたとポストされています。ネットではシエリさん驚きが隠せません。ヘブ版のユンユンが最推しでした。最近始めたヘブ版のおかげで知れたのにもうバイバイなのかと東郷さんの廃業を悲しむ声が多数でした。ヘブ版未プレイでユンユンをご存じない方もYouTube でリー・ユンシアと検索すればプレイ動画が出てきます。特徴的なすごく可愛らしいお芝居をされる方だと思います。今までお疲れ様でしたと伝えたいです。谷山紀章さん、先日左腕に結構な怪我をされています。その様子は9月5日放送の声優と夜遊びでもはっきりわかるぐらいでかなりバッサリ言ってます。なぜこんな大怪我をされてしまったのか、その日あったことを語られていたのでご紹介します。紀章さん、外を歩いていたら片側3車線ある広い通りの中央分離帯に子供が取り残されていたそうです。あまりに危険であり、紀章さんこれはやばいと思って走って助けに行ったとか、その子を安全な場所に連れて行きよかったね坊やと事なきを得たそうです。問題はその後、その後もテクテク歩いていると大きな木があって風船が引っかかっていたとか、すると木の下で少年が泣いています。紀章さん、いても立ってもいられず、俺が取ってきてやるよと言って高く大きな木を登っていき取ってあげたそうです。なかなか真似できるもんじゃありません。実際落ちたら大怪我です。ということで紀章さん無事に風船を回収して事なきを得たそうです。怖いのはその後、紀章さんテクテク歩いていき路地裏に入ったところ、若い女性が怖そうなお兄さんたちに絡まれている現場に出くわしたそうです。紀章さん黙っていられず、ちょっと待て何やってんだと間に入っていったとか、今の時代なかなかできるもんじゃないです。相手は複数人でこちらは1人、紀章さんがどれだけ強くても無傷では済まないでしょう。ということでね、よくよく聞いたらその方々お知り合いだったそうで特に何もありませんでした。その後紀章さん家で酔っ払って階段でこけて怪我されたそうです。お酒は気をつけようと思ったとのこと。いや転び方が悪かったら怪我じゃ済まないので命に別状がなくて本当に良かったです。花澤香菜さんがパーソナリティを務めるラジオ花澤香菜の一人でできるかな。9月3日の放送は年に一度行われる伝説の水着配信でした。毎年水着を新調されているそうですが、今回の水着はまさかの灰色。なんで灰色かといえば、花澤さんが歌うアニメダークギャザリング第1クールエンディングテーマで絶賛配信中の新曲灰色にかけて、公式 X では肩までの写真を公開されてますが、まあその下は脳内保管しましょうということでね、当然皆さんにはこの下が見えてることでしょう。このスケベ。さてこの水着の購入裏話が面白かったのでご紹介します。花澤さん楽曲のタイトルにかけて灰色の水着を探そうとネットで灰色水着と検索してもほとんど出てきません。まあ灰色なんでなかなか需要がないのかもしれません。仕方なく百貨店に行き店員さんに灰色の水着探してるんですけどと伝え、一番灰色に見える水着を選んだそうです。ラジオでは腹筋がめちゃめちゃ締まっているというトークもされていたので、お腹がオープンな水着だったのでしょうか。この写真に対してネットでは、見えないところは妄想で補うパティーン、なんて綺麗な背中、後ろ姿でこれだけ可愛いの何事といった声が上がってました。ただね、花澤さんせっかく水着に着替えたのにラジオブースの中では誰もテンション上がってなかったそうで、毎年やっていると特別って当たり前になっていくんだなって思ってしまったとか。そしてだからどんどん過激になっていくのかな、無理だってこれ以上脱げないよ私、透明になっちゃうよとおっしゃってました。それはそれで。ということでね、来年はどんな水着をお召しになるのでしょうか、今から楽しみです。9月6日に放送されたピクシスのキラキラ大作戦に豊田萌さんがマスクをした状態で登場。風邪かなと思いきやそうではなく、ご本人は至って元気な様子。伊藤美久さんからどうしたのと聞かれ、ここでまさかの回答です。はっきりと、そして声高にダウンタイムですとおっしゃいました。ダウンタイムというのは肌治療した後に生じる赤み、腫れ、内出血などが回復するまでの時間を言いますが、女性声優さんに限らず人って肌治療は内緒に済ませたいっていう方が多くありませんか。それをズバッと
言ってしまう萌えさん、かっこよすぎです。ダウンタイムをネタにできるのは強すぎる、といったコメントもありました。ということでね、萌えさん肌治療をして右頬の肌が全部むけてしまっていたとか、ただもともと美肌な方なのにどうしてって思うわけですが、萌えさんただ一言追求と、いやかっこよすぎじゃありませんか。ということで美の追求だそうです。元のポテンシャルを生かした状態で美容医療したらどこまでいけるのかと思ったそうです。ミクさんから、珍しいよ、史上初の女性声優だと思う、ダウンタイムを言うのもそうだし、だいたい仕事がない時にやると思うと突っ込まれていました。出来上がりは卵肌になって帰ってくるそうなので、みんなで楽しみに待ちましょう。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、中洲霞役を演じる声優相良真由さんがユニバーサルミュージックよりアーティストデビューすることが決定しました。9月7日に行ったインスタライブでは、ハッシュタグ相良真由情報解禁として何が発表されるかを予想して X ポストしてほしいとファンに呼びかけており、翌朝10時にはアーティストデビューを発表、デビューアルバムは11月15日に発表予定で、リリースイベントも準備中、アーティスト写真も公開されています。こう清楚な感じというか儚さが伝わってきて、めちゃ可愛いですよね。11月25日には神田明神ホールにてアルバム完成記念お披露目イベントが開催されるそうです。気になった方はまゆさんの SNS や公式サイトをチェックしてみてください。ちなみにインスタライブでは情報解禁ということでご報告かなんてコメントがあったりしましたが、そっちに関しては何もないよとのことでした。ライブ中まゆさんが何度も写真が出るらしいと口にしていました。まあ結果的にはアーティスト写真だったわけですが、変な匂わせみたいになっちゃってね、文春みたいな空気が流れ、出ない、いや知らないよ、ないと思うけどと必死に否定していたのが面白かったです。浪川大輔さんと花江夏樹さんが MC を担当する9月7日放送声優と夜遊びで、次回の番組ゲストをクイズ形式で当てるコーナーがありました。その声優さんの特徴を表すキーワードを一つずつめくっていくのですが、じゃあ番組未視聴の方向けにやってみましょうか。一つずつキーワードが出てくるので分かるタイミングで手を挙げてください。テンポよくいくので考えたい方は停止してくださいね。 Are you ready? 1. 人の悪口を言わない。 2. 過去に夜遊びに出演したことあり。 3. アドリブが多い。 4. 子供の頃の夢は寺の住職。 5. 出身は埼玉の山奥。 6. 声優デビューは高校3年生。 7. 学生時代はテニス部部長。 8. 少林寺拳法初段。 9. 社長。 10. 中村雄一と仲良し。はい、どうですか、分かりましたか。正解は杉田智勝さんですね。最後の10はもはや答えになるので9つ目までに正解できたかどうかです。ちなみに自分の中では1つ目の人の悪口を言わないで杉田さんと松岡義嗣さんの2人が頭に浮かび、4つ目で杉田さん一択になりました。ちなみに MC のお二人は8つ目をめくった時点で浪川さんが正解をしていました。ということで9月14日放送声優と夜遊びには杉田さんがゲストに登場します。正直このお三方が揃うとどんなミラクルが起こるのか想像もできません。めちゃめちゃ楽しみです。あとキーワードに人の悪口を言わないと出してくれたのがなんか自分のことのように嬉しかったです。スーパーマリオシリーズのマリオの声優が変更されることを受け、マリオの声を長年担当されてきたアメリカ合衆国の声優チャールズ・マーティネーさんと任天堂株式会社の代表取締役フェロー宮本茂さんによるビデオメッセージが9月7日に公開されています。チャールズさんは1996年発売のスーパーマリオ64からマリオの声を担当されています。動画では本日は任天堂、キノコ王国、そして私たちにとってとても重要な日ですと語り始め、マリオだけでなく声を担当するルイージ、ワリオ、ワルイージの声もやってくださったりと、まるで実家のような安心感がありました。チャールズさんは今後マリオの親善大使として活躍されていきますが、動画ではマリオファミリーの楽しさを伝えるために世界中を飛び回りファンと交流できるのが嬉しいと語られています。オーキードーキー、レッツアゴー、ワフーといった誰もが一度は聞いたことのあるセリフも披露してくれています。宮本茂さんからはチャールズさんとの出会いから思い出話、感謝などが語られていました。概要欄に動画のリンクを貼っておきます。先日放送された斉藤聡馬、石川海人のダメじゃないラジオで明らかになったのですが、石川海人さんここ最近 YouTube の AI ナレーションによる動画を見ていて、科学の力ってすげえって思ったそうです。ここで言う AI 音声っていうのはゆっくりではなくてガチで人間が喋ってると錯覚するやつ。実際最近の AI 音声は違和感もほとんどなくなってます。まあそうは言ってもね、よく聞いているとやっぱり単語のアクセントとかおかしなところはあったりするわけで、海人さんお酒を飲みながらこの AI ナレーション動画にずっと文句をつけているそうです。はい、アクセント違います、切りどころ違います、俺らの勝ちというように、相馬さんと二人でそれ今度一緒にやろうぜってめっちゃ盛り上がってました。その後文句つける前に自分の技術を磨けって話だよなと大笑いしてました。お二人が楽しそうで何よりです。以上です。次の動画でお会いしましょう。